皆さんこんばんは。4月28日の塩チャンネルです。明日からは、金曜日なんですが、明日からは、ゴールデンウィークが始まるということで、はい、29休み、30休み、そして1、2、3、4、5、6、7と、月曜日がお休みではないので、どうするかっていうところだと思うんですが、結構なお休みになってきましたと。ただこう休みが明けたら、基本的に私ちょっと出てくることも多いと思うんですけれども、質問がもう明けた瞬間に怒涛のように続いてくるので、非常に私としてはですね、忙しい連休になってきそうだなというふうに思っています。質問というのは作るためには、まずその何を質問するかっていうこととか、資料を集めたりとか、それを資料を読み込んだりとか、そしてその中から何を抜き出して何を質問するかとか、いろんな準備がありますので、ものすごい一つの質問を作るのに時間がやっぱりかかりますし、ものすごい方が来るなっていう感じです。さて、今日はちょっとその円安の話が今、ニュースになっているので、私もちょっと気になっています。結局また差し値オペをするということで、つまり国債を買い入れるということになりますよねと。そのバンクラプトにはならないものの、自国通貨なので、とはいえこういうその金融緩和ですよね、もう続けると、これだけやっぱり円安になるというのは、私過去の塩チャンネルで、これ円安になって大変ですよっていうのはずっと前に言ったと思うんですよね。1回だけなんですが、やっぱりその通りになるというのは、そんなに金融に強くない私が考えても明らかなことで、トドのつまり自国通貨だから、いくらその国債をのためにお金を吸っても大丈夫ですよっていうことには破綻はしないまでも、これだけの円安を招いて経済に深刻なダメージを与えるということは明らかだというふうに思います。これは本当に深刻ですよね。なんか国債いっぱい使えばいいじゃないみたいな考え方っていうのは、やっぱりこう問題があったっていうところに、皆さんに気づいていただきたいなというふうに私は思っています。はい。この先、いろんな副作用も出てくるというふうに思います。短期的な面で言えば、基本的にはその輸出産業については悪いものではないんだけれども、その短期からまた少し見たときにですね、輸出産業だって日本 の資源だけで、物を作って外に出せるわけではないですから、やっぱり海外から輸入しなきゃいけない、そこから物を作っていくってなったときに、円安であるとどうなるかと、2割も上がってしまえば、それだけその利益を圧迫してしまいますし、日本はその分を価格にドンと乗せることができないというようなところが、悪い円安だというふうにも言われておりますので、その分企業がその収益をちょっと減らしていくということにもなりますし、これまでの流れからするとですね、20、30年、労働者の皆さん その賃金が下がるというようなことに今日本はなっていますと、そこに拍車をかけるようなことにもなりかねないということで、負のスパイラルなんですよね。金融緩和が素晴らしいなんて言って、一時期株でボンと儲けた方いるかもしれないんですが、結局のところ、大きな痛みが国民全体に、そして特に弱いところに来るということにやっぱりなっていきますから、限度を超えたような金融緩和、こんな円安を引き起こすような金融緩和というものは、私はやっぱり賛成できないし、国債どんどん出してお金すれっていう考え方もやっぱり円安につながっていくというふうに、簡単に考えれば分かることですから、やっぱり私は支持できないなというふうに思っています。目先だけの政策っていうのも、その自民党はこんなやって悪いって言うんだけれども、でもどんどん国債やってお金すれって言ってたのは、野党側でもそういう人いましたよねと。なので、ちょっと私たち本当に冷静に考えて、政治というものと、向き合う必要があるのではないかなというふうに思っています。私はしっかり税金のスケールメリットをしっかりと活かして、消費税できるだけ福祉に、本当に福祉にまずドンと使ってですね、私たちの暮らしが楽になったなっていうふうにしなきゃいけないというふうに思っています。お金吸ったらこんな金融緩和っていうか、必要のないところまで一律にお金ボンと配ると、まだ経済が悪くなるっていうのも分かったというふうに思いますので、皆さんちょっとこのあたり考えていただきたいなというふうに思っています。それではまた、はい、明日なのか、2日は月曜日ですよね。そこに、ちょっとまたお仕事もいろいろあろうと思いますので、また2日になるのかな。では来週の月曜日。